ということで、明日のお天気について確認していきました。ではここからは今日のお衣装をご紹介していきたいと思います。今日も素敵なお衣装を提供していただきました。トップススカートともにデイシーさんのものになっております。このデイシーさんというブランド、私も個人的にすごく好きで、最近も秋冬物を買おうと、もうネットサイトをずっと眺めていたんですよね。今日のお衣装もすごく可愛いなと思って着用させていただいているんですけれども、まずトップスがですね、少し透け感のある素材の半袖おぶたけくらいのブラウスですかね。フリルがついていて、すごくガーリーなんですけれども、大人っぽさもありつつ可愛いですよね。淡いブルーグレーのようなお色味になっております。袖のフリルも可愛いですね。なんでしょう、透け感があるんですけれども、しっかりとした素材感ではあるので、なんでしょうね、着ていてもかっちり感はしっかりあるかなと思います。そしてスカートがこの秋らしいチェックのものなんですけれども、そう、大人ガーリーですよね。大人ガーリー可愛いんですよ。デイシーさんのフレアのチェックのスカートになっていまして、ウエストをしっかりこう締まっていて、裾にかけて広がるデザインが可愛いですよね。このベージュと黒のようなチェックもすごく可愛らしくて、いろんなトップスに合わせやすいんじゃないかなと思います。この動くと揺れる感じ素敵ですね。あ、ターンいきますか。最近なんかターンが流行ってるらしいですね、キャスター感で。あ、どうですか。なんでしょう、あの意識したらちょっと気こちなくなっちゃったんですけれども、でもあのね、ターンするとお洋服綺麗に見えますよね。特にこういうスカートなどは回るとふわっと広がるので可愛いですね。そうなんですよ、このお洋服を着てパーティーとか、あの、なんでしょう、ビュッフェとかに行ったら、もうご飯取りに行く時もこんな感じで撮りたいですね。危ないですか。あ、勢いがすごすぎましたか。エレガントになりたかったんですけれども早すぎましたね。スピード感がありすぎました。そしてピアスはスメリーさんのものになっているんですけれども、揺れるパールのモチーフが可愛いんですよ。こんな感じで動くと揺れるデザインが素敵ですよね。シルバーですごく華奢なんですけれども、パールの存在感もあって、いろんなコーデに合わせやすいガーリーなピアスだなと思ってつけさせていただきました。はい、ということで今日も素敵なお衣装とアクセサリー、そしてスタイリングをありがとうございました。以上、衣装紹介のお時間でした。